当たんない、当たんないのはまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、ちょっと子役関係もこれまあ5000円でどこを言うのも、ね、あれだけど、反応はよろしくないね、どう見ても。でこれで3枚になっちゃったんだよね。ちょっと無理かなどうしようか。この際ちょっとね、それっぽいとこが空いてないんだよね。あのね、ちょっとジャグラー方面の末尾8が微妙だったんだよね。で、まあこれ回ってないんだけど、一応まあ当たっちゃいるんだよね。だから、バラエティとか AT、ART 方面の、要は、分かり、あんまそう、分かりやすくないやつ？他の末尾8なのかなっていう気がちょっとしてきてますんで、まあジャグラーはまあ分かんないんだけどね、まだ。まあまあこれもとりあえずまあ黙って1枚やりますよ。チャンスメー赤い。身がちっちゃいまんまだけど、でかくなった。ボーナスもでかい。これチャンスのいってんじゃないのかな。さあどうか。一応チャンスの一発っちゃチャンスの一発。だこれを一発でものにできるような流れでは決してないんだよね。緑、なんとか赤まで。波ちょうだい。が出ない。
厳しそう。いやーダメだ。はい、一周して戻ってきました。この際ですね、この台しか当たってないんだよね俺まだ。まあ、だからっていう理由でもないんだけど、ちょっとね、やっぱね、どうしてもこの松井八がね、もう引っかかっちゃってしょうがないっていうね。で、窓まぎ周りの反応を見る限りでは、やっぱり、まあ、相当数いい台が入ってるんじゃないかと思われますんで。あ、今日テリー。いや、まあ投資はもう4万5000円6000円かなまで行っちゃってるんで、ちょっとさすがにノーマルタイプじゃきついと。かといって諦めるのもまだちょっと早いんじゃないかというところで、ちょっとこれをもう一頑張りしてみて、でいよいよまずいってなったら最後守りに入るかもしれないけど、まあ、もうちょい頑張ってみよう。
トーニー。いや久しぶりに当たった。2.5 回に1回ぐらい揃うってことでしょこれ。2回起きた。このボーナス中だけで、高額はこれで30ゲームとかできるわけでしょ。これ偉いの方、偉い方揃わない？揃うってだけ？そこを目標に打ってるわけじゃねえんだよ別に。あんな派手なの出しやがって本当に。